バイオリンズのレイプロウズパサジェンスでのバイオリンズのレイバイオリンズは数値データを描画する手法の一つであり箱ひげ図の両脇に90度を回転させたカーネル密度グラフを付加したものに近いバイオリンズは箱ひげ図に似ているが異なる値のデータに確率密度を表示する点で異なっている確率密度は最も単純な場合にヒストグラムとなる一般にバイオリンズには 箱ひげ図同様、データの中央値を示すマークと四分位範囲を示す箱も描かれる。この箱ひげ図に重ねて描画されるのはカーネル密度推定である。箱ひげ図のようにバイオリンズは複数のカテゴリ間での変数分布の比較に用いられる。例えば日中と夜間の温度分布の比較や複数の製造業者での車両価格の分布などである。バイオリンズには 箱ひげ図よりも多くの情報が含まれる。箱ひげ図には平均中央値と4分位範囲というようやく統計量のみが含まれるのに対し、バイオリンプロットには全ての分布データが含まれる。これはデータ分布がマルチモール場合に特に有用である。このような場合、バイオリン図では複数のピークの位置と大きさが明確に表現されるが、これは箱ひげ図では表現されない。 バイオリンズの内部には平均と4分位範囲が描かれる。特にサンプル数があまり多くない場合にはすべてのサンプルデータが点や線として描かれる場合もある。箱髭図よりも多くの情報が含まれるものの、バイオリンズはよりマイナーである点が欠点である。知名度が低いためバイオリンズを知らない人にとっては意味が理解しづらい。このような場合、よりわかりやすい。 大体図としてはヒストグラムを複数描画するか、カーネル密度を描画することが考えられる。バイオリン図は多くのソフトウェアパッケージで拡張機能として利用することができる。例えば R 言語では、ライブラリーのバイオプラット、ワビアプラット、キャロリン、ユシンア、ラティス、ジージプラットに、スタタでは、アドオンコマンドのバイオプラット、パイソンでは、マットプラトリブ、プラトリー、シーボーン、 オリジンでの実装などがある。この記事にはアメリカ合衆国政府の著作物であるアメリカ国立標準技術研究所が作成した次の文書本文を含むダタプラットレファレンスマニュアルバイオリンプロットサイトウェブテンプレートではアクセスデートイコール引数が必須です。ありがとうございます。